お疲れ様でございます。お待たせをして申し訳ありませんでした。常任幹事会の冒頭の挨拶を申し上げたんですが、今週の金曜日から県議選、都道府県議選がスタート、その後後半戦などで含めると、4月、そしてゴールデンウィーク開園と、そうするともう残りは会期末近くなると、そして参議院選挙、場合によっては同時選挙もあるというような流れで、一連、ここからいろいろなものが大きく動かしていくという局面でありますので、改めて我が党としてのこうしたここからの展開についての活動方針を確認をしようということで、役員会で案を作りまして、常任幹事会でご確認をいただきました。紙で配らせていただいております。党全体としての大きな活動方針でございますので、私の方から報告をさせていただき、これについての質疑だけ受けさせていただいて、私自身の定例会見は予定通り木曜日にございますので、それでお願いしたいと思います。一つ目に、今、衆参同時選挙などの視野に入ってきてますので、野党第一党の責任として政権獲得に向けた準備を進めるため、私を委員長として政権構想委員会を設置することとします。そして一つ目に、全国で活躍する NPO や社会起業家の皆さんなどから、新しい社会像についてヒアリングを積み重ね、つながる本部を活用した社会起業家とつながるラウンドテーブル、仮称を作ります。二つ目、党内外の友好関係にある総理経験者など等から経験談などを伺い、政権運営に向けて準備すべきことを整理し、順次具体的作業を進めると。これらのことを進めていく場として政権構想委員会を設置いたします。二つ目、政務調査会長長として、政務調査会内に経済政策調査会を設置し、政権構想委員会と連携して政権獲得に備えた立憲民主党としての経済政策を整備、充実させる具体的な作業を進めてまいります。三つ目、代表代行委員長として総合選挙対策本部に立憲ビジョン策定委員会を立ち上げ、政権構想委員会と連携して政権獲得も視野に入れた参議院選挙政策を取りまとめることとします。4つ目、統一地方選挙終了後、5月をめどに参議院1人区の候補者調整を進めることとし、各党会派に協力を求めてまいります。5つ目、参議院選挙の比例区は、立憲民主党として戦うことを再確認し、20名以上を目標に、この比例区での擁立作業を急ぎます。6つ目、現在実施中の公認候補者公募を最大限に活用し、衆参同日選挙も視野に入れて、衆議院選挙の公認候補者擁立作業を全国的に進めます。前回、他党や無所属で立候補した方で、立憲民主党と政策理念等を共有する方を含みます。以上の6つの当面の活動方針を常任幹事会で確認をいたしました。この方針に基づいて、当面の統一地方選挙、あるいは参議院選挙に向けた準備と合わせて、こうした活動を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。はい、それではこの6点に関しまして、代表への質問をお受けしたいと思います。はい、じゃあ奥行ってこちらいきます。共同通信の大塚さん、活動方針の6番についてなんですけれども、なぜこれをこの時期にまず発表されたか、つまりごめんなさい、活動方針全体についてまずなぜこの時期に発表されたのかという点と、あと6番目についてなんですけれども、確かさっきの衆院選では、枝野原則というのがあって、希望のところの候補者のいるところが立てないという原則があったかと思うんですけれども、この今回のこの先っぷりを見ると、そういったところでも住み分けをせずに立てていくということなんでしょうか、その枝野原則がどうなったのか、どうなっているのかということについてお伺いください。はい、1点目は冒頭申しました通り、衆参同時選挙の可能性も言われているという状況の中で、統一地方選挙、私も含めて全国過信はある頻度が非常に多くなり、また参議院選挙も近づいていくということの中で、そこに向けた活動ということが、時間的にも物理的にも大きくなっていくと、そうしたことの中で、衆参同時選挙もあり得るということであれば、それも視野に入れた、方針をしっかりと確認をした上で、進めていかなければならないだろうと、そうしたことで、政権構想委員会であるとか、
あるいはその衆議院での公認候補の擁立作業等についての方針を改めてきちっと確認をして、共有をしていきたい、こういうことであります。2つ目のお尋ねでありますが、前回の衆議院選挙は、決闘のいきさつ等からですね、民進党で共に戦うことを想定していた方々のところには、立憲民主党として対抗馬を立てないという方針、原則を示しまして、その通り、民進党で、結果的に希望の党から立候補された方のところには、我々対抗馬を立てていません、一人も立てていません。ただ、今のその後の政治状況の中で、我々今、野党第一党という立場を与えていただいております、その立場からは、政権を担いうるような候補者をしっかりと擁立をしていくという責任も負っているというふうに思っています。もちろん、一般論として申し上げておりますとおり、一人区は自民党との一騎打ち構造を作ることが望ましいという考え方も基本的にはもちろん持っておりますが、一方で、まずは我が党としてきちっと公認候補を立てていくということにあたっては、これは前回とは状況は違うというふうに思っています。はい、どうぞ。政権構想委員会そのものでは、政策であるとか枠組み、いわゆる政局的な話をやるつもりはありません。むしろですね、政権運営を実際に進めていくにあたって、私も幹事長も官房長官や副長官として、官邸で仕事をさせていただきましたが、さまざまな事前の準備というものをしていないと、なかなか政権を回していくということは難しいということを、当事者的に経験をさせていただいています。それはなんていうんでしょう、いわゆる準備とともにですね、やはり広い意味で直接的に選挙を応援していただくとかということにではなくてもですね、さまざまな最前線の社会活動をされている皆さんのサポートが特に政権を運営するときには重要であると。これについては2009年の非自民政権においてもですね、当時のさまざまな社会活動をされている皆さんにはさまざまな形でご協力をいただきました。改めてそういう皆さんになっていただける、うる方とですね、コミュニケーションを取らせていただき、そうした方々の活動も視野に入れた政権運営に向けた準備を進めていきたいし、実際になったときにはですね、そうした皆さんと連携できるような準備を進めていきたい、こういったことをやっていくことです。はい、どうぞ。さて、日本テレビ柳沢です。今代表お話ありました通り、代表も幹事長も官邸の中枢経験していますけれども、それでもなおこの総理経験者等からこう経験談を聞くという、このわざわざこれをやる狙いというものをお願いします。はい、立場によって見えてる景色は違ったりするんだと思います。私の場合、菅内閣の官房長官でしたが、菅内閣における政権運営についても、多分総理の視点と官房長官の視点では違うと思いますし、また他の政権でおいては、やっぱりいろんな違いがあって、こういうことをしていけばよかったとか、こういうことをすべきであるとか、いろんな視点はあるというふうに思っておりますので、総理をいや副総理など経験された多角的な視点からですね、いろいろご助言をいただいて、それを踏まえた準備を進めていきたいと思っています。はい、よろしいですか。はい、どうぞ。時事通信の宮原です。改めてのそもそもの確認になるんですけれども、その衆参同時選を視野に入れた動きということで、次の衆議院選で、選挙を目指していく、特に小選挙区制度を軸とする日本の議員内閣制においては、衆議院選挙の際にですね、野党第一党が政権を目指す姿勢を示さなければ、
制度が成り立たないと思っておりますので、次の衆議院選挙で、実際にどれぐらい可能性があるかということは別として、我々としてはしっかりと政権を目指した活動をしていく責任があると思っています。じゃあ、こちらに行って、そのあります。だったらバカバカ叩いてる。あ、よろしい。あ、大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、じゃあ、次の衆議院選挙は決勝です。準決勝。私は政治あるいは社会というものは連続性を持っているので、どれが準決勝とか決勝とか予選とかそういう位置づけはしておりません。はい、よし、はい、どうぞ。改めて確認なんですけれども、この6番についてなんですけれども、まあ、前回と状況が違うということは、今その国民民主の現職がいらっしゃるところでも立てていくことはあり得るし、あとはあり得るということなのかということと、その今これを発表することがその参院選への、まあ、効果としてどういったことがあるというふうに考えられているのか、今の発表でしょうか。まず前段なんですが、いつも申し上げております通り、1人を選ぶ一人区小選挙区という選挙制度においては、本来であれば2回投票制が望ましいと、思っておりますが、それが取られていない日本においては、一騎打ちの構造を作るのが望ましいというふうに思っています。参議院選挙においては、そこに向けて5党1会派の連携が進んでいるということを強く歓迎をしていますし、これを推進していきたいというふうに思っています。衆議院選挙については、全くそういうことについて具体的な話が今ある状況ではありませんが、もしそういったことが将来可能であるならば、それは望ましいと思っていますが、その前にまず各政党の責任として、候補者を擁立できる、すべきということについては、各政党の責任として、自前の候補をまず立てていく、努力をしていくのは当然だと思っています。そこにあたって、もちろん将来の、一騎打ち構造を作るということを、頭の視野に全く入れないと言えば嘘になる、なりますが、やはり各政党、独立した政党として、まずは独自候補を擁立する努力を進めるべきだと思っています。候補者については、衆参ダブル選挙もあり得るという想定の中では、できるだけ早い方が望ましいと、ダブル選挙も視野に入れたこうした方針を確認をして打ち出すということは、そうした意味では、統一地方選挙も、首長選挙が始まっていますし、もっと早く出すべきだったかなというふうには思っておりますが、さまざまな作業の中でこの日程になったということで、統一参議院選挙に近いところよりも望ましいと、参議院選挙そのものというよりも、ダブル選挙、あるいは衆議院選挙、あるいはそれを踏まえた政権構想ということに関することですので、参議院選挙の影響、直接的な影響はないと思います。はい、じゃあ後ろに転送になります。テレビ朝日の中村と申します。この6番に関してなんですが、これは前回他党で立候補ということで、国民民主党の現職の方もこの公認の対象に入るのか、もしこれが入るのであれば、立党は当然としても入党含めてどのような条件が考えられるのか教えてください。現在他党にいる方についてそうしたことを申し上げるのは、しかも参議院選挙で5党1会派の連携をしているので、それは失礼ではないかなと思うので、発言は控えさせていただきます。書いてある通りです。じゃあ、続いて、お聞きします。テレビ東京の加藤です。今回の政権構想委員会の連携の対象として、この政務調査会内に経済政策調査会を設置したんだけど、この経済政策に目をつけたというか、今回の経済政策に当たって力を利用する。背景というか、どうしてそういうところに目をつけたのかという点についてお願いします。私の最近の一連のというか、この1年半一貫して街頭演説でも、それから講演などでも一貫して私は経済政策しか語っていないぐらい、経済政策をずっと語っていますので、我が党としても明確な経済政策の方針は固まっていると思っていますが、それについてさらに分かりやすく整理をして、肉付けをして、さらにここをしっかりと党内共有しながら打ち出していきたい、私はやはり我々にとっての大きな売りだと、今までの経済構造とは違う
今の日本の置かれている経済構造を前提として、日本の経済を活性化できるのは、私が一貫して申し上げている方向だという、我々の売り物だと思っていますので、売り物を強調していくのは当然です。じゃあ、奥一定そうな。東京チームの日です。一番ついてなんですけれど、政権構想委員会で、最終的には政権構想のようなものを、再選まで示すということになるんでしょうかということと、このある意味の党内外の有効関係には総理経験者、これ、かつて自民党政権の、総理経験者も含むんでしょうか。ここで私が位置づけている政権構想の意味からは、何かペーパーにしてまとめるような性格のものでは全くないと思っています。実際に具体的に例えば人間関係を作っておくとか、もっと具体的に言えば、例えば間違いなく政権構想として準備しておかなきゃならないのは、事務の副長官のには誰になっていただくのかとか、そういうことを準備しておくので、紙にしてアウトプットする性格のものだとは思っていません。2つ目はまさにこれから具体的にいろんな方にこういう場でお話聞かせていただくことができますかということを、まずは近い方からお願いをしていくのかなというふうに思っています。はい、UBS の小林です。5番についてお伺いしたいんですけれども、これはいわゆる野党の統一一連名簿というものを否定するというニュアンスで受け取っていいのか、その呼びかけがあって応じないということでよろしいでしょうか。何かを否定するというよりも、立憲民主党という名前で、立憲民主党の公認候補20名以上を擁立して、比例選挙を戦うという我々の姿勢を改めて確認したものです。はい、すみません、6番なんですけども、具体的な名前を出して申し上げます。自由党の小沢さんが次に選挙に立候補するかどうかは分かりませんけれども、ここにも遠慮なく、立憲民主党の候補者が、良い候補者がいれば立てるということですね。この原則はどこか具体的な選挙区とか人を想定して作ったものではありません。はい、毎週の中です。6番についてお伺いしますけれども、先ほど参院選の中で学ぶ話の中で言及がありましたが、その中で今回あえて格好が来てこの文言を入れた理由は何でしょうか。我々はこれまでも前回の選挙、他の政党や無所属で戦った方で、入党できる方で入党されている方もいらっしゃいますし、あるいは無所属で会派を組んでいらっしゃる方、形はともかくとして、こうした皆さんと事実上一体に近い形で衆議院選挙を戦うんだろうと想定もしていますので、書かなくてもよかったのかもしれませんが、この考え方、理念、政策を共有する個人については、一緒にやらせていただきたいということは、繰り返し確認した方がいいのかなというふうに思ったんです。はい、いいですね、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。